拝金主義の文芸春秋、売れればいいのか文芸春秋、雑誌を買うのは情弱たちだけ、上から下までもはや腐ってる巨悪はガン無視、文芸春秋、売れたら正義か文芸春秋、弱者の味方を気取っているだけ、この国の司法はすでに病んでる。